どうもねずっちです。富山県で用水路に転落したですね、高齢の男性を救助したとして、男女5人とですね、そして男性の存在を知らせ、救助のきっかけを作った猫のココちゃんを表彰したんだそうです。何でもこの猫のココちゃんですね、用水路をじっと見つめて、不思議な動きをしていたのでね、何だろうと思って見てみたら、用水路に男性が倒れていたというんですね。まさにここ一番の活躍でしたね。ねえ、これしばらくですね、地元ではココちゃんの話題で持ちきりになるんじゃないでしょうかね。みんなココちゃんのことはですね、すごい饒舌に喋ると思いますよ。だって猫ですからね、話しがいがあるってね。ねずっちです。ではまた。